はい、皆さんこんにちは。ピオーネビューティークリニック院長のドクター清です。以前ですね、僕の YouTube チャンネルで絆とリジランという動画を出したのが、それがすごい大変好評だったので、今回は毛穴に対するリジランの効果に着目して、僕の中で鼻の毛穴がすごい気になるので、鼻の毛穴に対してリジランを打っていって、その効果を検証していきたいと思います。ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回はですね、僕のこの鼻にですね、リジランを 2cc 打っていきたいと思います。リジランっていろいろ種類があって、リジランヒーラーって言われるこう 2cc 入りの大きいやつとか、リジラン HB とか、リジラン S とか、リジラン I とかいろいろあるんですね。まあ、中でもまあこの代表的リジランについて詳しくお話していきます。主成分はポリデオキシリボヌクレオチド。ポリヌクレオチドと呼ばれますね。PDRA とか PN って書いてあるやつですね。オスの先から取るですね、DNA 断片を加工して作られたものがポリヌクレオチドです。これを細かく入れることによって、損傷治癒過程ですね、針をチクチク刺すことによって皮膚に傷がつきますよね。で、その傷跡が治る過程でコラーゲン生成ができる総称治癒の過程をポリヌクレオチドがパワーアップしてくれます。それによって肌の保水力のアップとか、血管生成に果たす改善、傷跡が柔らかくなるとか、毛穴が閉じる、コジラの改善、あと赤みの改善、そういった様々な美肌効果があります。この間もですね、半顔企画とかでリジランを打ったりしたんですけど、先生肌綺麗ですね、すごい褒められるんですね。で、その半顔企画の時に僕鼻を打ってなかったんですよ。右方を左方でやっちゃって、鼻だけやっぱ取り残されちゃって、鼻の毛穴がすごく気になるので、実際自分の鼻の毛穴にリジランを打って効果を検証していきます。鼻って結構痛いので、今ご覧の通り麻酔クリームを塗ってます。この後僕自分で眼窩下神経とかにブロック麻酔を打っていきます。当院ではリジランの手打ちの際にブロック麻酔を全員に無料で行っております。痛みが心配な方も安心してご覧ください。わー、いったいった、あー痛い痛い、あー俺人にこんなことやってたんだ、お客さんに謝ろう。はい、今ですね、リジランを鼻にまあ全体で 1cc 打ちました。普通だけ鼻だと 0.5cc ぐらいなんですけど、とりあえず 1cc 鼻に打ってみました。効果が出るのに 2,3 週間はかかると思いますから、様子を見てまたレポートしていきたいと思います。どうでしょうかね。もともと鼻が結構赤くなりやすかったんですけど、リジランの抗炎症作用ですね、炎症を抑える力で赤みがなくなったと思います。あとはまあ毛穴の皮脂詰まり、黒ずみとかもかなり気になったんですけど、だいぶ目立ちにくかったと思うんですよね。ただやっぱりまだ1回なので、完全に綺麗さっぱりとは言ってないと思います。でも1回も結構変わりましたから、もう1回2回やるとかなりもっと良くなるかなと思うので、ちょっと痛いんですけど、一念発起してもう 1,2 回やってみようかと思います。僕が受けてるシーンかなり痛そうだと思うんですけど、まあ、僕本当鼻が急所というか、鼻めちゃくちゃ僕痛いんですよね。なんか鼻フルの整形をしてからこんなに鼻が痛くなったのかなと思うんですよね。やっぱ鼻フル整形して2回やってるんですけど、感染しちゃったのもあって皮膚がかなりね熱くなってるんですよ。カチカチのその硬い皮膚のところに無理やりこう薬剤をグーって入れ込んでるので、その薬剤によって鼻がグーって広げられて、それでもかなり痛かったと思うので、僕みたいな感染して鼻が大きくなってる人じゃなければそんなに鼻は痛くないと思います。で、今撮ってもらってるカメラマンの人も前うちでトライフィルリジランやったと思うんですけど、その時痛かったですか？僕やった時は先生泣くほど痛がってましたけど、僕全然痛くなかったですしね。トライフルも僕結構痛いなと思ったんですけど、今撮ってる人はそんなに平気そうな顔してたので、本当に個人差はあると思いますね。僕の場合本当に鼻のオペ後で感染して皮膚が熱くなってるっていうのが痛みの原因だったのかと思います。別の動画で僕はトライヒールプロ半顔でリジラン、もう片方半顔でリジラン手打ちの検証動画を撮ったんですけど、その時はトライヒールプロの方がまだ痛くなかったかなと思ったんですね。ただそれでもやっぱ鼻とか痛い部分心配な方は、うちハイコックスってですね、新型の水耕注射を導入しまして、ほぼ液漏れしないですね。で、水耕注射と手打ちであればやっぱ手打ちの方が液漏れしないも良かったんですけども、最近の水耕注射ハイコックスであれば液漏れせずに入れることができるので、水耕注射のメリットである、まあ、手打ちより見たくないっていう点と、手打ちのメリットである液漏れしないっていう両方がですね合体したような素晴らしい水耕注射も入ってますんで、鼻心配な方はハイコックスでやってみるといいと思います。当院ですね、一言にまあリジランと言いましても、手打ちだったりとかトライフィルプロで入れるとか、ハイコックス水耕注射、キュアジェットっていうような、ね、サブシジョンを行う道具とか、ポテンザエリシセンス、ニードル RF で入れる、まあ、いろんな入れ方がありますから、お客様の悩みに応じてですね、痛みとかダウンタイムに最大限配慮しながら、リジランとかいろんな薬剤をですね効率的に入れていくことができます。ぜひ一度無料カウンセリングにお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどしお持ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。